ミマルです。今日はこの前作った住宅街の上にあるたぬき商店があるスペースを劇的に変えていこうと思うよ。じゃあ行くよ、ポンポン参るよ。ミミマルさん、なんか可愛いなって思ってる家具があってさ、それでさ埋め尽くしてやろうかなと思ってます。その家具がこちら、メイポール。なんかわかんないけど可愛い。これをめっちゃ使ってるよっていう島はあんまり見たことないからね、めちゃくちゃ使ってやろうと思います。わっほっほ。どんな風に飾るのかって、とりあえずめっちゃ買った後に考えます。よし、飾るぞ。あれ、なんかミミマルのお家が邪魔だな。滝のお水で湿気でお家の中カビだらけだからね、もうお家引っ越させようっと。ここでいっか。自分の家をめちゃくちゃ適当な場所に移動させるミミマル。誰？不審者。あ、ホッケーだったのか、びっくりした。さあ、お家があったとこ埋めるぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、頑張れ頑張れミニマル。よいしょ、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 よいしょ。どうでしょうか、広いスペースができました。ベッキー、たけまる、面白いスペース作るから楽しみにしててね。問題です。これは何の影でしょうか。そうです、これがメイポール。意外と見落とされてたけど、ほんと可愛いよね、メイポール。さあ、おしゃれにしていくぞ。ここで超絶おしゃれ自慢の真似してみます。この中世の街並みっていう壁の家具でさ、たぬき商店をぐるっと囲んでさ、すっごいおしゃれなお店風にするやつあるじゃん。あれ憧れてたんだよね。やってみます。メイポールとも合いそう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。何これ、なんか違和感すごくない？え、プロはこっからどうやってんの？ミミマルには無理でした。隙間から覗くタヌキ商店の違和感を隠しきれない。手伸びしすぎました。とりあえずメイポールいっぱい飾っちゃおうっと。タヌキ商店はそのままでめっちゃ怖いからいっか。メイポールポンポン、メイポールポン、メイポールポンポン、飾っちゃポン。よいしょ、よいしょ、よいしょ。思ってたんと違う。置き方の正解がわからない。そもそもメイポールって何？何何？ヨーロッパで5月を祝う5月祭の時に飾られてるポールらしいね。リボンで飾られてたり、いろんなのがあるみたいだね。諸説あるけど、この形は男性の…諸説あり。とりあえずいっぱい買っちゃったしな。どう置くのが正解これ。何時間経っても飾り方が分かりません。こんなに買ったのに。めっちゃ可愛いからさ、いっぱい置くだけで絶対いい感じになると思ったんだよ。ノープラン女の結末。分からなすぎて、とりあえず合いそうな家具をいっぱい出してみました。しょうもない、おしゃれ自慢ガチ勢にばかりされてしまいます。お片付け。ないない、ミミマルすでに諦めた。いくらで買ったのか、そんな計算していったら、あ、心の崩壊招きます。あ、それお片付けないない、無駄になった。何のために買ったのか。ということで、360度プラス180度頭を切り替えて、全く別のものを作ろうと思います。なんか道路がある島ってさ、ちょっと憧れてたけどさ、ミミマルの島自然島だからさ、ちょっとどんなに頑張っても合わないから諦めてたんだよね。だけどこの一番上のとこならいいんじゃないかなと思って。地面にマイデザイン貼るのミミマル本当に苦手でさ、なんか右端はこれじゃないといけない、左端はこれじゃないといけない、真ん中はこれを塗らないといけないってあるじゃん。それがもう頭がパンクしちゃうからさ、獣道っていうやつも貼ってこなかったんだけど、頑張ってみます。もちろんマイデザインはお借りしまくります。すごいよね、上手だよね、みんな。頑張れ頑張れミニマル。よいしょ、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 よいしょ。うわ、今までで全然見たことがない島になってる。ワクワク。なんでこれをしてみたかったかって、すごい大きい理由が実はあって、あんなに大金で買った車がさ、うちの島似合わなすぎて置けないんだよ。車いっぱいミニマル所有してるんだけど、それをどうしても島に飾りたい。ということで、思い切って思い切って思い切って、住民たちもびっくりすると思うけど、道路を作ってみます。わー、すごい。すごい。ドレミ、
ようかな。緑のままでいいかな。とりあえず柵、どんな柵したらいいかな。あ、いいこと考えた。街路樹を植えてみます。おー、それっぽい。ドラマ撮影のクルーが押し寄せてきそうです。あ、疲れた。リッキーパワーをちょうだい。パワーが出ました。ね、本当にそれっぽくない？耳丸が作ったと思えないぐらい良くない？自分で作ったマイデザインだったらこんなにはならないだろうけどね。あ、ドレミが車道に出て座ってる。そっか、ここは無人島で今まで一回も道路なんか作ったことがないから交通ルールを知らないんだね、みんな。道路が完成したら住民たち呼んで交通安全教室開かないといけないな、こりゃ。危ない危ない。じゃあいろいろ飾っていくよ。信号機置いてみたかった。夢の信号機置けました。公衆電話も置いてみます。飾ってみたかった公衆電話。まあみんなスマホ持ってるけどね。歩道なんか塗ってみようか。よいしょ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 。頑張れ頑張れミミマル。こっちの方がいいか。わあ、それっぽい。めっちゃいいかも。すごいすごいすごい。歩道になってきた。あ、カモミ。あ、虹虹虹。しかも二重の虹。わあ、すごい綺麗。見てカモミ、綺麗でしょ虹。やる気が出てきました。よいしょよいしょ。頑張れ頑張れミミマル。よいしょよいしょ。置いたし、もうあつ森は何年ワクワクさせてくれるんだ。最高すぎます。さあ念願の車を置くよ。っていうかまたドレミが道路で寝てる。ほらドレミ危ないよ。ここは車道だよ。あとはお花を植えて。じゃじゃん、完成です。いかがでしょうか。あ、赤信号になった。危ない危ない。嬉しい。みんな初めて見る車びっくりするだろうな。そしてこっちが自転車置き場だよ。奥には自動販売機もあります。見て見て、ベンの顔が描いてるでしょ。そしてこっちが、こっちが三輪車置き場だよ。いいでしょ。そして公衆電話もあるし、よくない？あ、そうだ、交通安全教室開かないといけなかった。ということで今日は交通安全教室を開きます。うちの島にもとうとう道路ができたんだけど、そこに車っていう乗り物があって、それにぶつかっちゃうと大怪我するから、車が走る道路とみんなが歩く歩道っていうところに分かれてるから、ちゃんと守って歩いてください。そして信号っていうものが世の中にはあるんだけど、それが青色になったら歩いていいけど、赤色の時は行っちゃダメなんだよ。しましまになっている横断歩道っていうところを渡ってね、みんな。あ、ドレミちゃんと今度は歩道で寝てる。ということで、たぬき商店前の変身大成功でよろしいんじゃないでしょうか。あ、危ない、道路に出てた。よ、行くよ、ポンポン参る。あんだけ買ったメイポール、どうしよう。チャンネル登録お願いします。そうね、リッキーちゃん、あたいもそう思うわ。あとコメントも書いてくれたら嬉しいです。こうね、とっても嬉しいわよね。僕お返事書きます。あ、あとグッドボタンも押してくれたら嬉しいわよね、リッキーちゃん。いいねです。みんなからの応援嬉しいです。そうね、とっても力になるわよね。